にちは、かけまです。今日は VAB にですね、リアのクロスストラット取り付けレビューです。まず内張りを剥がして加工のとこからですね、ご一緒にご覧ください。この白いところと黒いところの淡いさにこのクリップの外し入れてキュッてやったらすぐ取れちゃいます。ここだけなんかちょっと違う種類のクリップがこんな感じで、よいしょ、よいしょ、で外れますと、こういう感じ。すみません、また雨降ってきました。とりあえず内張り剥がしたんですけれども、まずここですね、マウント、ショックのマウントが出てくるところ、これちゃんとなんかスバルホッチキス止めで、すぐに取れるように加工してあります。ここは別にハサミで切らないでいいんですけれども、ここですよね、クロスで当たるところ、ここを切らんといけないっていう形になっちゃいます。とりあえずここのところはホッチキスで止めてあるだけなので、さっきこっち側も外しちゃいましょう。慣れるとラジオペンチでもいけますね。ほんでこれをパカッと、なぜ外れない、硬っ。でここがアッパーマウント出てくる形になります。あと危ないのでこれを全部外しちゃって、で反対側のも外して、またちゃうわ、次にここ加工ですよね、切って加工しちゃうんですけれども、
うん、ここからやっぱり11センチ、ちょうどここにですね、あの上のバーの部分を止める、あの止め金があるんですよ、あの車に。だからそこまでが11センチやから、あれ裏返した方がいいか、こっから11センチ、ここですね、まあ、10センチぐらいから、そうですね、あのバーの幅が7センチあったから11センチ、10センチかやから7センチ、17センチ、ちょうどここのここぐらいまで切るとドンピシャで、あのバーと干渉せえへんようにできると思います。これはえい、あ、接着剤で止まっとっただけですね。これめくっちゃって、でどこでしたっけ、11センチ、11センチやから10センチ、こっから切っちゃいます。だいたいどの辺まで切ったらいいのやろ。まあ後でまだ干渉するんやったらまた追加で切ればいいだけの話であって、切らんと折っといたらいいんちゃいますんこれね。邪魔やったらまた切り落としてしもたらええだけの話で、これをこうやって折っておいたらええんちゃいます、こういう感じで。これでちょっと行ってみましょう。一応内張り準備できたんですけど、先にブラケットつけちゃおうかなと思いまして、でこの肝心の上の部分なんですが、こことつなぐみたいです。ここの穴とこれですね、ここと、で下はブラケットにつないで上はここで固定するみたいな感じです。じゃあまず純正のマウントボルトを外しちゃいます。硬っ。GV に比べて VA はポロリはポロリの危険性はなさそうですね。 GV の時はここいきなりフェンダーになの隙間になっててポロリが怖かったんですけど、 VA は全然大丈夫です。で純正のナットは使わずにクスコのフランジナットっていうのがあるんですけど、この黒いのですね、5ミリ、これを使って取り付けします。長い方が車の後ろの方になります。ここが長い方ですね、こっち短いですね。だからこうですね。それでクスコのこのフランジナットを使ってこ止めるんですけど、あら、これあれですね、遊びがあるからさっき、あー、さっき内張り入れた方がいいのかな。ちょっととりあえずこのままにします。これ外して、あ、反対側も、ブラケットをつけて、遊びがあるから後で固定して、まだ固定はしてないんですけど内張り元に戻しました。まあ、だいたいこのカットするところは
こんなもんかなっていう感じなんですけど、うん、多分干渉はしないと思うんですが、じゃあ、バーをつけていきましょう。一回運転席側の方に持ってきた方がいいみたいだけど、あれ？あかん。ちょっとこっち側の内張り外してみました。ここがね、割にカツカツやから。あ、これでいけるわ。いけた、いけた。よし、先に下のブランケット固定しちゃおう。あとこっちの内張りどうなしてつけたらいいんやろ。まあ後で考えましょう。ワッシャーにスプリングワッシャーにでナット、ワッシャースプリングワッシャーナットですね。それで上側のところを固定するんですけれども、ワッシャースプリングワッシャーボルトの順番です。スプリングワッシャーとワッシャーとボルトですね。で、こっち側から通すと、見えない、あ、出てきた。まあだいたい止めたら反対側ですね。内張りは後でも良かったかもわからないですね。よいしょ、いけました。こういう感じで固定しました。じゃあ本締めですかね。一応23ニュートンでええと思うんですけど、トルクレンチがないのが困りました。ちょっとまだ本締め線とこいつ止めてしまいましょうか。17ミリと8ミリです。暑い。
ゃあメガネの方が良かったかな。まだちょっと遊びがあって上止めちゃいましょう。上の方は9ミリと12ミリです。体勢が悪すぎて。9ミリ六角ですね。9ミリと12ミリのナットです。あ、こっちや。折ってた。ネジがグラグラやったからちょっとどっちに回していいのか一瞬分かれになっちゃいました。よいしょ。これで本締めしていきましょうか。一応完成いたしました。コツはやっぱり内張り後で貼らなあかんいうところでしたんで、すいません。ぐだぐだな取り付けレビュー動画になってしもて疲れました。また走行レビューですね、近いうちに行ってみたいと思います。いい感じ。がっちり物干しに使える。それでは簡単なんですが、連れさせていただきたいと思います。